結び神社で参拝してきたんですけど、先ほどのね、あの結び神社の動画見てもらえたら分かるんですけど、お鳩さんがおりまして、2羽ので、これ動画最後載ってないんですけど、最後に俺が鳩さんにこうお礼を言って、鳩さんありがとうみたいな、ありがとうって言ったら、鳩さんがそれまでずっといた、多分ね、なんかね、2人の2羽のこの導き伝道者わかんないですけど、2羽のこの鳩さんがこうババババババってどっかへ飛んでったんですよ。俺がありがとうって言ったらバーって飛んで、もうさっきまでずっといたのに、何の他に俺がお礼を言う以外、俺が言ってありがとうという以外何もないですよ。そのタイミングでバババってどっかもう消えてった。本当にこんなことある？マジでちょっと本当ね、奇跡体験アンビリバボーですよ。本当にマジでこれは、あ、ほう、だからさっきのね、俺は神社に参拝する時も階段を一つ一つ登ってったじゃないですか。あれだけでも奇跡体験アンビリバボーと思ったのに、ありがとうって言ったらハートがね飛び立ってったっていうね、本当俺はね、奇跡体験アンビリバボーでした。本当にちょっとこれね忘れないうちにね動画撮っとこうと思って、これ本当なんですよ。これ証人もいます。これは本当に。以上です。お前ら愛してるぜ、ラブ&ピースロックンロール、鳩は平和の象徴です。ありがとうございます。任せてください。失礼いたします。